イギリス、イタリアとの共同開発が進められている日本の次期戦闘機を、防衛装備移転三原則に則って行われるとされている第三国への輸出について、日本政府与党の自民党と公明党の間で同意が得られていなかったよね。しかし、次期戦闘機については、輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得たぜ。今回はそんな次期戦闘機輸出の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これを受けて、2024年3月15日に自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長の両政調会長が会談を実施し、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことが表明され、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかり、自民党公明党も説明を国民の皆様方にして参りたいと述べたよ。この政府与党の合意によって政府は今月中にも閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正するとしているね。この運用指針によって次期戦闘機の輸出が可能となるのは、日本が国連憲章に沿って防衛装備品の移転協定をすでに交わしているアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE の15カ国で、政府ではイギリスとイタリアを除くこれらの国から次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国でないことを条件に個別に与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針なんだって。具体的には、厳格な意思決定のプロセスを経るために政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するとしているほか、この方針の対象は次期戦闘機に限られ、輸出先を上記の15カ国に絞るとともに戦闘が行われている国には輸出しないとしているものだな。さらに今後、日本と移転協定を新たに交わした国への輸出も可能になるとみられ、イギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機の共同開発への悪影響への懸念が払拭されるものとみられているぜ。また、与党の自民党内においても日本が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになるとの指摘が出て懸念が広がっていたが、歯止めがつけられたものの輸出への道が開けたことで安堵する声が聞かれたらしい。その一方で野党からは15カ国に絞ったといっても新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり何の歯止めにもならないとの指摘や、戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出した後で戦闘が行われたケースはいくらでもありこれもまた歯止めにはならないという指摘が出ていて、今後政府と自民公明両党には引き続いて国民に対して丁寧に説明する責任があるとしているぜ。次期戦闘機の開発については、共同開発機関が2024年の年秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているんだけど、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することになっており、最初のトップには日本人が就任する方向で調整されていると伝えられていて、正式合意する見通しとなっているというよ。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリア3国の政府から、次期戦闘機の開発においてはグローバル戦闘航空プログラム、グローバルコンバットエアープログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間で、ユーロファイタータイフーンの後継機として共同開発が進行中だった BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表されたなお、現時点でスウェーデンは共同開発計画には参加していないよ。この GCAP に各国から参画する日本企業としては、
次期戦闘機開発計画において契約士官であった三菱重工が新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決まったんだ。また、イギリスから参画する企業は、機体については BAE システムズ、ロールスロイスがエンジン、イタリアのレオナルド S、プ、A のイギリス法人が電子機器を担当することになり、イタリアからはレオナルド S、プ、A とアビオエアロが開発に参加することになっているほか、次期戦闘機用のミサイル開発にイギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加することになっているな。さらに日本、イギリス、イタリア各国政府から、この GCAP を推進させるための政府間組織を2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたことについては、その共同開発を管理するために設立されることになった国際機関 JIGO の設立条約が、2023年12月に署名されたとして各国政府から発表されたぜ。JIGO は本部をイギリスに置き、戦術の情報通りに当初の組織のトップには日本人が就任する方向で調整していると伝えられ、2024年内に正式合意する見通しとされているね。また、開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズにイタリアのレオナルド S、プ、A も、この JIGO からの指示に基づいて機体の設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げることを明らかにしていて、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップにはイタリア人が就任する方向であると見られているぜ。なお、JIGO と JV それぞれのトップは、数年ごとに参加国が交代で務めることが決定されたらしい。今回 JIGO や各国企業による JV について、組織トップの持ち回りなど表向きは参加国のバランスを取った形となっているものの、両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、日本政府がこれまで次期戦闘機開発において掲げていた日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があるとする指摘が出ているよ。トップが後退するにせよ本部がイギリスにあることによって開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと懸念を表す軍事評論家がいるが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、三国の主管企業の中でノウハウが最も集積されているのは BAE システムズであることは疑いがないね。また、イタリアのレオナルド S、プ、A のイギリス法人も参画していることからしても、イギリスに本部を置くのは至極妥当とみなす意見が大勢を占めているぜ。JIGOでは今後、機体設計に求められる要求項目などを策定し、JV に設計や製造などを発注することになり、防衛省は来年度予算の概算要求の中に共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアもそれぞれ同程度の金額を負担する方向で調整しているとされているな。また、次期戦闘機における各国の要求が異なる可能性があることについて問題視する声が一部の軍人評論家から挙げられていて、航空自衛隊における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であることを踏まえるなら対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発される次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明だというものだな。しかし、これについては仮に次期戦闘機が空戦能力重視の制空戦闘機であったとしても、航空自衛隊が現在納入を進めているアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が制空戦闘のみならず、対地対艦攻撃もこなす多用途戦闘機マルチロール機であることから問題はないとされているぜ。また、次期戦闘機開発には無人機との連携も視野に入れられており、対地対艦攻撃機能を備えた無人機を開発すれば対地攻撃能力をも備えることになると考えられ、次期戦闘機が制空戦闘機であったとしても問題にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。